どうも皆さんこんにちは、こんばんは、りゅうです。今回も第一紹介やっていきたいと思います。今回はですね、まいさん久しぶりに、まいさん久しぶりに使っていきましょう。まあもうまいさんといえばね、皆さん何デッキかお分かりになるかと思います。デッキはこちら、ハッピーガチ勢。ちょっとまあ、あのなおジャグラーっていうのはちょっと置いといて、ハッピーのカリバープレミアム加工当たったぜ。これはアド、これは完全にアド。ハッピーの、あのカリ、あ、ちなみに新パック僕あのハッピーのカリバーしかプレミアム加工出なかったんですけども、まあ、これが出てくれたらだいぶアドで、ハッピーのデッキ何が強化されたかって、要はスキルハッピーのカリバーじゃなくてもよかったんですよ。あのカリバー自体が実装されたんで。なので、今回は、ちゃんとねカリバーを使いつつ、カリバーじゃなくても戦える、割とねなかなかに強い、デッキになったんじゃないかなっていう、そういう、まあ、強化を解けました。ハッピーガチ勢の力をね見せていきましょう。スキルバランスにしてまして、一応魔法トラップモンスターをこう6枚以上ずつ入れてるっていう感じなんですけども、初手安定させるためにね。で、クイーンがね、あのカリバーを、一応こいつ手札から捨てると持ってこれるっていう効果もあるんですけど、もちろんその効果も強い。ただこいつシンプルにその1900盾あるんですよ。これで要はカリバーの環境からと2100になるんですよね、攻撃力が。すげえ強いっす、シンプルな火力としては。で、ハーピーは意外とハーピー入ってねえやんけみたいなとこあるんですけど、ダンサーね、これは一応そのもともといたカードなんですけども、自分フィールドの活属性モンスターで選択して発動をすると、でそいつ戻して、手札からもう一回活属性モンスター特殊召喚、召喚できますよっていう効果なんで、ダンサーとカリバがまあ相性いいわけですよ。カリバ活動してダンサー効果で、ダンサー効果とかダンサー通常召喚でダンサー効果でダンサー戻してダンサー召喚みたいなことすると2枚バック割れるんで、あのこいつの効果強制ですからね。なのでこれとこれは非常に相性がいいと。一応打点アップのためのハーピーレディ1。いやこの人たちさ、露出度やばくない？これなんか特にクイーンとか、これ知ってますか？これなんだろう、日本版はこうですけど、アメリカとか行くとだいぶ露出、あのグッて抑えられて、なんかあのピタッとスーツみたいなの着てますからね気になる方は もしよかったら、ね、調べてみてください。で、この辺がハーピー、ギミックですわ。で、守護神の矛とか、ヒステリックパーティーとか、すごい相性いいカードはたくさんあるんですけど、なんかそういうのにでも勝てないんで、シンプルに、ちゃんと勝てるようにあのサポートカードは選びました。もちろんね、あの遊戯王分断リンクスなんで、あの分断3枚メイン2がない以上もう最強カードで、強化蘇生ハーピーを蘇生できたりする。で、あとはあのガラキになったりもするんで、意外とで刃物バリアウェーブフォースとオーバーロードフュージョンじゃなくて、間違えた、サンライトイエローオーバードライブをしていくと。で、ちょっと相撲シーン、これはね、なんでかっていうと打点が低いんですよ、ハーピーって。だからあのこっちから攻撃しにあの行ってもなかなか勝てねえっていうとこあるんで、ちょっと相撲シーンを入れないと戦闘とかでは破壊できないっていうとこあるんで、これ3枚で、あとエネコンが一応まあピン差しで1枚でね。皆さんね、このデッキね、何が強いかって、ね、やっぱりね、ジャグラーなんですよね。結局ね、ジャグラーが強いんですよ、なんだかんだ。何が強いって、ほんとジャグラーが強い。あのハーピーとか関係ないもん、こいつは強いもん、シンプルな効果として。こいつね、あの戦闘を行ったダメージ計算後に相手モンスター を、まあ、破壊できますよっていう効果なんでね、あの一度だけ、表側で存在する限り一度だけなので、まあ、ゼンマイジャグラーを強化蘇生で復活させるって、ただのゼンマイジャグラービートみたいなこともします。まあ一応ね、カリバの活躍をお見せしながらゼンマイジャグラーを宣伝していくという動画となっておりますので、早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ポニーテールとハゲさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。強いな、まあ、カードを置きましょう。そして一応セットしようか。で、ターン終了。このターンでキルされたら終わるけど。まあ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 。
パーピーやっぱ先行その野郎なんですかね。まあぶっちゃけまあダンサー出してもいいんだけど、ダンサー出すとなんかセットしてくんないパターンあるから。はいはい、お3枚いいね、3癖いいね。おーなるほど、この外役系のあれですね、バイエンですね、通称ドロー。いいぞ、俺はハーピーの狩りはプレミアム加工の効果発動、そしてハーピーダンサーを通常召喚、ハーピーの狩りの効果発動。さあ貴様のセットガードを剥がしていくぜ。さあどうする、さあどうする、カナディアとかすんな今だぜ、カナディアとかすんな今だぜ、カナディアとかしないとまたハーピーダンサー戻るぜ。あ、そっ強い、そっ強い。まあ、ただこれで2枚持ってきた、バック2枚剥がした、いいぞ、よし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 。でカードを1枚セットで、ターン終了だぜ。さあどうする、リシド殴ってくるかな、殴ってこないとかだとちょっとめんどくさいけどね。セット殴ってこないとかだとちょっとめんどくさいけど、あ、殴ってきてくれそう。まあ確かに剣士がいれば全然殴りますよね。分断とかも怖くない、よしよしよし、いいぞ。そして強化させ効果発動、現れろハーピーダンサー。ハーピー労働基準法ね、ね、あの違反しそうなくらい、あの反復横跳びしますから今回。バッコーンってバチコリ持ってく、いいぞ。で、ドローカード、よしよしよし。でハッピーダンサーの効果を発動、ハッピーダンサーによりジェシンを手札に戻し、そしてジェシンを手札に戻して、ジェシンを特殊召喚、特殊召喚じゃねえや、通常召喚、召喚権は使わずに効果で召喚、そしてセットカードを破壊。これがハーピー労働基準法違反の、ハーピー労働基準法違反デッキの実力だぜ。さあ裏返しにするんだな先生、よし行け、ゼンマイジャグラー攻撃を受け召喚、そしてパートルだ、行け、ゼンマイジャグリングローリングパンチ、ゼンマイジャグラーの効果つかない。さあどうする、バックは全部剥がしてやったぜ、バックはほぼほぼ全て剥がしてやった。これがハーピーダンサーの、全然新規カード活躍してないけど、まあ多分新規カード言うてもあれか、ハーピーの狩り場が新規カードか実質。さあどうする、攻撃表示がいいだろう、ハーピーダンサーでも投げることだな、ハーピーダンサーだったら殴っていいぞ。まあ戦士策にねできない、何、サイファースカウターなんて本当雑魚っちの雑魚なんで。さあ大丈夫か、攻撃表示してゼンマイジャグリングでローリングレボリューション買うぞこれ。バトルフェイズ、はい、ゼンマイジャグラーのジャグラービート、はい、今のところただのゼンマイジャグラービートです。でターン終了、さあどうする、ポニーテールとハゲ、俺はさらにもう一枚の強化姿勢はセットしてあるぜ、セットしろ、なんかセットしろ、よし、エンドフェンス G 強化させ効果発動、現れろハッピーダンサー。さあこれがハッピーレディ労働基準法違反デッキだぜ。反復横跳びがえぐい、いけー、でハーピーの狩り場効果、相手のセットカードを破壊、おらー、つえードロー、邪魔だな、一回ハーピーレディちょっと戻そう、で自身を戻して、でもう一回ダンサー召喚、そしてダンサー効果で邪魔になった強化蘇生は破壊、そして場を開けつつ分断をセットし、いけゼンマイジャグラー、ここでバトルだ、スクラッチクラッシュ、そしてゼンマイジャグリングローリングパンチ、オッケー、でゼンマイジャグラー効果バゴーン、でゼンマイジャグラーでダイレクトアタック、強い、なんという強さだ、これがハーピーレディーデッキの実力だぜ。これ絶対、でもこれあれだよな、あのハーピーレディーこれ絶対労働基準法違反するわ。でハーピーレディー効果、ハーピーダンサーを手札に戻し、そして満を持して召喚、ハーピーダンサーいけー、ハーピーレディーの狩り場の効果発動、セットガードを破壊していくぜー、つえーウェーブフォースだった、危ねー、バイバイキーン、やべえ、俺ダンサー何回出した、対戦ありがとうございました。さあお相手の石津お姉さん、隠れ巨乳のお姉さん、対戦よろしくお願いします。ゆる3枚よろしいぞ、手札はいい、手札決まってる。今回もなんかハッピーレディ、ハッピーダンサーのハッピーダンサーシャトルランカー見せられそうだわ
ハッピーダンサーシャトルランが見せられそう。よし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 、ドローガードで、ハッピーの狩りは効果発動。そして、手札からハッピーダンサーを通常召喚。ハッピーの狩り場の効果、相手のセットカードを破壊していくぜ。はい、あ、なんもない。お、強い。で、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット。そして、あ、ちょっと間違えた。あ、なんで俺セットした今。ダンサーの方がちょっと使わせるわ。で、いけ、ハッピーレディを通常召喚。さあ、これがハッピーレディダンサーシャドルランだぜ。おらー、すげーバトル。これ何これ、あ、サイランドか、強いな。ターン終了。アサイランドはだるい。アサイランド割とだる、ダルシム割とダルシムだね。ハッピーダンサーシャドルランマジ強くないですか。何、なかなかやりますな。強化蘇生あるから、まあ、ここで、一旦バトルチェップ強化蘇生打って、で、ハッピーレディを戻して、で狩り場で強化蘇生は剥がしよう。よし、これさ、狩り場壊せなくていいって強いですよね、強化蘇生。もしあれしても、あ、これなくっちゃう、やっちゃうぜ。それはちょっと、それ耐えたでは。バゴン、はい、オッケー。ねえんだろうカード、あー来ちゃいますか、お前。 あんた来ちゃう、あんた今じゃないんだよな、あんた今来ちゃうとちょっとダメだから。バトルフェイズで、はい、殴って、でターン終了。バックガード時にね、あのハッピーレディがすぐ腐るから、だからハッピーレディ系をちょっと抑えめに、確か今5枚だったかな、今にしてるんだけども、で一応まあここでハッピーの会話ですね。で自信割ってもうライフポイント足りるから、はい、オッケー。やべ、ハッピー結構強い。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、会話、ヘルメット髪型マンですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。ゼンマジャグラーでエネコンセット、分断セット、ターン終了ですね。ヘルメット髪型マンって久しぶりっていうか初めて行ったわ。確かにでも自分で言ってもらったけど、ヘルメット神様です割と。あ、マジタンゾロット来た、マジタンゾロット出た。何これ、海馬なのにブラックマジタンってこと、ブラこれカーテンか。おい、もうキング松坂屋は終わったぞ、キング松坂屋はもう終わりを続けたぞ。さあどうする海馬、これなんだ、これ、これでもブラックマジシャン、ブラックマジックってことはさ、これあですよね、なるほど。これちょっとやばいか、コスモブレインの効果で、杖をリリースして、さあ何、どっち、ブルーアイズ、これ何、あ、杖リリースして師匠、杖リリースして師匠、実質師匠の攻撃力700くらいしかないっていう噂の、あ、やばい。あ、そっか、でもそうだよな、今サーチしてたもんな。エネコンで、ここは横にするか、横にして、横していく、いやー分断きっちり、分断な、今あったらなあ、いけたんだけどな、セキュリティーボールがあればキング松坂井かな、これキング松坂井じゃんマジで。でも1700、これ殴ってきてくれればまあ破壊できますかね。ああ、なるほど、殴ってきていただける。で全弱効果、オッケー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 。次デッキトップか、なんだったらいけんだ、あ、それはいける。ああれー、ファイバー君大丈夫ですか、そんなに圧倒的展開力見せましたけど、僕知ってるんですよ、ブラックマジシャンデッキはすぐ事故るから、っていうのは3枚でも動けないことが多いっていうのは僕知ってるんですよ。だから1200ボーダーじゃやべえか、普通になんか杖とかで殴り殺される、まずい、やめろ、何もすんな、大変だ大変だ、うーわうーわ、キング松坂屋終わったぞマジでこれキング松坂屋じゃん、キング松坂屋終わったぞ海馬。まあでもね、そういうあのロマン性のある心あると思います。